トランプ前アメリカ大統領の最初の妻のイバナ・トランプさんが14日ニューヨークの自宅で死去しました死因は明らかにされていませんトランプ氏は自身が立ち上げた SNS ・トゥルースソーシャルへの投稿で大きな悲しみとともにイバナ・トランプがニューヨークの自宅で亡くなったことを彼女を愛するすべての人々にお知らせしなければならないと書きました 彼女は素晴らしく、美しく、すごい女性で、偉大で感銘を与える人生を送った。誇りと喜びは3人の子供たちだった。安らかに眠って、イバナ、トランプ氏は死因を明らかにしていないが、ニューヨーク・タイムズは、自宅の階段から転落した可能性について、捜査当局が調べていると報じています。 共産圏の旧チェコスロバキア出身のモデルだったイバナさんは1977年まだ不動産業駆け出しだったトランプ氏と結婚しました15年間一緒に暮らし長男ドナルド・トランプ・ジュニア氏長女イバンカ氏次男エリック氏の子供3人をもうけました90年にトランプ氏と離婚した後は衣料品や宝飾品化粧品のブランドを立ち上げて成功を収めたほか複数の書籍も執筆しました